歴代ナンバーワン賞とは誰か。これは多くの人が悩む質問の一つでしょう。宮本慎也、石井拓郎、鳥谷敬、井端弘和、田中幸雄など、これまで様々なタイプの選手が活躍してきました。現役では坂本勇人というトッププレーヤーもいます。そんな中でも限りなくナンバーワンに近い選手といえば松井稼頭央ではないでしょうか。西武時代には走攻守三拍子揃ったプレーヤーとして活躍。トレードマークの金髪をなびかせ、攻守で見せる華やかなプレーはまさにスターでした。松井稼頭央に憧れて野球を始めた人はかなり多いでしょう。メジャーでは日本時代のような成績を残すことはできませんでしたが、2007年にはセカンドのレギュラーとしてコロラドロッキーズ創設以来初めてのワールドシリーズ出場に貢献する活躍を見せています。ショートとしてゴールデングラブ賞を4度受賞し、日米通算で放った安打は2705本を数えます。そんな松井の功績や実力を認めているのがノムさんこと野村克也です。野村はかつて出演したあるラジオの史上最強のベストナインという企画においてショートに松井稼頭央を選んでいるのです。辛口で知られ多くの選手を見てきたノムさんは松井のどの点に魅力を感じたのか、今回は野村が松井を選んだ理由について迫っていきます。素人からのスタート。 PL 学園時代は1年生の秋からエースナンバーを背負っていた松井。しかし怪我が多かったことから投手では体が持たないという判断に至り、野手として西武に入団します。当時守備は得意だと思っていた松井ですが、プロの壁にぶつかります。イースタンリーグの試合では悪送球をいくつもしたといい24失策を記録。また走塁も素人と同然でした。スライディングやヘッドスライディングの技術は皆無であり、どのタイミングで帰ればいいのかも分からず、足がベースまで届かずにタッチアウトになったこともあったといいます。松井は当時についてこのように語っています。だってね、高校時代はピッチャーだったからバッティング練習は少ないし、走塁の練習なんかまるでやったことがないわけですよ。試合で塁に出たらベースにくっついとけと言われていたくらい。だからバッティングも守備も走塁も野手として本格的に練習したのはプロに入ってからなんです。しかし持ち前の身体能力とストイックに努力したことが合わさった結果、徐々に頭角を現します。2年目の95年に左打ちに挑戦してスイッチヒッターとなり、3年目の96年にはショートの開幕レギュラーをつかみます。この年は序盤こそは苦しみましたが、徐々に調子を上げ、9月には初の月間 MVP を受賞。オフにはテレビ番組の筋肉番付で活躍し、若い女性ファンを中心に人気が爆発しました。97年に初の打率3割をマークすると、メジャーに移籍する年まで7年連続で3割を記録。97年から99年には3年連続盗塁王を獲得しています。2002年には打率3割3分2厘、36本塁打、33盗塁でスイッチヒッターとして史上初のトリプルスリーを達成。翌年も33本塁打を放ち、2年連続30本塁打とパワー面でも成長しました。そして2003年のオフに FA でメジャー挑戦を表明、ニューヨークメッツへと移籍します。デビュー戦では前年度に21勝を挙げたラス・オルティスからメジャー史上初となる開幕新人の初球、初打席、初本塁打を記録する上々なデビューを飾りました。その後は怪我も重なり、日本時代ほどの成績を残せずマイナーも経験。しかし2006年に移籍したロッキーズではセカンドとしてレギュラーを獲得し、球団創設以来初となるワールドシリーズ出場に大きく貢献しました。2010年のオフに星野仙一から新しい歴史を作ろうと口説かれ、楽天と契約を結び日本球界へ復帰。13年にキャプテンとして球団初の日本一に貢献しました。そして2018年に古巣西武で引退をしています。松井の特徴といえばやはり日本人離れした身体能力。その怪物ぶりに多くの選手は驚きの言葉を口にしています。PL 学園の先輩である清原は、あいつは陸上でメダル取れるんやないか、今ならまだ間に合うでと語っていたことがあります。また
ある大学の陸上関係者はダッシュの練習を見て、30メートルまでなら日本の短距離界でもトップクラスではと真剣な顔で語っていました。22年現在、西武の監督を務める辻初彦は2年目の松井を見て、一塁に駆け抜ける足の速さを見たときに、これはすごいのが来たなと。送球も矢のようで、間違いなくこの選手は西武の中心になる選手だと思ったと振り返っています。97年のオールスターの第一戦では、当時日本を代表するキャッチャーだった古田から史上初の1試合4盗塁の新記録を樹立。さすがの古田も止めようがない、これはお手上げですと称賛。第2戦でもやはり古田相手に1盗塁を決め、シリーズ5盗塁の新記録を打ち立てました。またこの年のオールスターで行われたスピードガンコンテストでは球速149キロを記録し、圧倒的な身体能力の片鱗を見せつけました。近鉄、中日、西武で活躍していた金村義明は松井を見て、こんなショートおんのかと驚いたといい、守備範囲の広さと肩の強さ、特に肩の強さは半端じゃなかったですね、えぐかったです、一塁を守るのが怖いくらいと回想しています。投手から野手へ転向したため、入団当初は素人同然だった松井。そんな男が日本を代表するショートへと成長したわけですから、いかに厳しい練習を積んできたのかがわかります。松井と野村の出会い。野村さんが松井の実力を認めるきっかけとなったのは、96年に行われた日米野球。松井和夫という名前が日本中に知れ渡った時でもあります。松井は当初 NPB 選抜メンバーに選ばれていませんでした。しかし日本ハムの田中幸雄が右肘を負傷したことで追加招集が必要となり、急遽選ばれることに。この年の日米野球の監督を務めていたのが野村克也です。野村さんは第5戦から松井を2番ショートで起用。この試合でいきなり松井は3安打2盗塁をマークし、続く第6戦では1番に抜擢。第8戦までスタメンで出場し、計18打数10安打、打率5割5分6厘の活躍を見せました。松井はこの年西武で初めてレギュラーとして130試合に出場し、打率2割8分3厘、1本塁打、50盗塁をマークしていたため、もともとブレイクの兆しを見せていました。しかしこの日米野球の活躍により、松井の知名度はさらに上がることになったのです。野村さんは松井を追加メンバーとして推薦した新井博正に対し、お前選手を見る目があるな、将来監督になれるよと称賛する言葉をかけたといいます。そして MLB 選抜の監督を務めていたダスティー・ベイカー監督も、スピードも肩もあっていいリードオフマンと大絶賛。アメリカに連れて帰りたい選手はとお約束の質問を振られた際には、断然松井、そしてリトル松井と答え、その後松井がメジャー関係者にリトル松井と言われるきっかけとなりました。こうして野村さんの起用に応え、トップレベルでも活躍できることを証明した松井は翌年から覚醒。西武だけでなく日本を代表するショートへと成長し、日本の野球を長きにわたって盛り上げてきました。花があるショート。ショートというポジションは守備への負担が大きく、圧倒的な身体能力が必要。高校や大学時代にナンバーワンと言われていた選手でもコンバートされることは多く、生半可な選手ではレギュラーをつかむことはできません。そんなショートというポジションで球史に残る活躍を残してきた選手は誰なのか。守備力ならば小坂誠が第一に思い浮かぶでしょう。身長167センチと小柄ながら守備では躍動。打撃に対する反応速度が他の選手よりも速く、無駄のない動きで簡単にアウトを取っていました。平成の牛若丸、小坂ゾーンと称され、ゴールデングラブ賞を4度受賞。多くの選手が守備のナンバーワンは小坂と評価する選手です。守備の名手といえば宮本慎也も外せません。ショートで6度、サードで4度ゴールデングラブ賞を獲得した守備力は誰もが認めるところ。身体能力が並外れているわけではないですが、基本を大事にした堅実な守備で多くの投手を救ってきました。また課題とされていた打撃でも大学と社会人の両方を経験していながら2000本安打を達成。
攻守にわたって活躍しています。横浜不動のリードオフマンとして活躍した石井拓郎も候補の一人です。本塁打こそ通算で102本と決して長打が多いタイプではありませんでしたが、卓越したバットコントロールで2432本もの安打を放っています。4度の盗塁王とショートで1度、サードで3度ゴールデングラブ賞を獲得しています。また現役ナンバーワンショートである坂本の存在も忘れてはいけません。2016年にセリーグのショートとして史上初となる首位打者を獲得、2019年にはショートとして史上2人目となる40本塁打を放つパンチ力も見せています。守備ではゴールデングラブ賞を5度獲得、これからの成績次第でもっと評価が上がる可能性のある選手です。他にも田中幸雄、井端弘和、鳥谷隆、西岡剛、川崎宗則など多くの選手がショートで活躍してきました。そんな中で野茂さんが歴代ナンバーワンショートに選んだのは松井和夫だったのです。2004年野茂さんはラジオに出演した際に史上最強のベストナインを選ぶという企画に参加、えらい話を振るやないかいとぼやきつつも紙にダイヤモンドを書いて名前を入れていくと、野茂さんもだんだん乗ってきてその選手のエピソードを語っていきます。野茂さんは松井を選んだ理由としてこのように語っています。いわゆる名手と呼ばれる選手は守るだけで花がない、彼は打ってよし、走ってよし、守ってよし、絵になる選手ですよ。まさに5ツールプレイヤーとして華々しい活躍を見せていた松井の特徴をしっかりと捉えています。野茂さんが選んだベストナインの他のポジションは投手金田正一、捕手野村克也、ファースト王貞治、セカンドダリル・スペンサー、サード長嶋茂雄、レフト松井秀喜、センター福本豊、ライト一郎です。これだけのそうそうたるメンバーの中の一人に加えたわけですから、相当高い評価をしていることがうかがえます。ショートの守備で一流の成績を残し、名手と言われる選手はたくさんいますが、バッティングでも特筆した成績を残す人はそれほど多くありません。だからこそ野茂さんはショートという難しいポジションで打撃と走塁でも一流の成績を残した松井をベストナインに選んだのでしょう。もしくは日米野球で監督を務めていた際の衝撃の活躍が印象に残っているのかもしれません。緊急で招集されていながらあれだけ躍動したのは相当なインパクトだったに違いありません。ファンを愛しファンに愛された松井和夫、ある年の春季キャンプでは遅くまで練習の終わりを待っていたファン一人一人のサインや写真撮影に応じることもありました。室内練習場を出てメインスタジアムに向かう前に周囲にいた選手たちに、今日は俺、これから待っている人全員にサインしてから帰るわと宣言。ファンが長蛇の列を作って松井と交流をしていました。そして迎えた引退セレモニー。最後の1年を共に戦ってきた栗山と監督の辻、さらに家族からの花束を受け取った後、そこにはファンからのサプライズプレゼントが待っていました。会場に残ったたくさんのファンが背番号7のプラカードを掲げ、それに合わせてレフトスタンドの応援団が最後の応援歌を演奏。祝福ムードに包まれたメットライフドームの真ん中で、ファンに愛された男は現役生活にピリオドを打ったのです。最後までご覧いただきありがとうございました。今後もプロ野球の動画をどんどん出していきますので、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。